皆さんこんにちは、高橋としみです。そして芹澤です。よろしくお願いいたします。はい、続いてなんですけれども、うん、あのドライバーを見ていただきたいなと思いまして、あの以前あの去年の夏ぐらいに直していただいたんですけど、はい、私すごいスライス出てたじゃないですか、はいはいはい、ドローボーが打ちたい、うん、せめてまっすぐ行きたい、はい、っていうのをやってもらって直ったんですが、なんと行き過ぎまして、うん、今度引っ掛けが止まらず。確かにね僕も見ててちょっと突っ込むから引っ掛け、はい、バックスイングは一生懸命回すことによって、はい、トシミンパッと下半身のパワーがないために、はい、上体でこう戻そうとするのね、はい、そうするとやっぱり引っかかる傾向がだんだん出てくるのね、はい、そうなんです、うん、で結構引っ掛けて、それでですね、江澤先生にですね、はい、直してもらったんですよ、うん、で見ていただいたのが、うん、この前から見た時に腰のスウェイを必死に上げてスウェイしていることと、うん、あとあのドローを打ちたさにインパクトにかなり引いてる、うん、あインサイドに、そういやそうですそうです、こちらずっと引いてしまって、うん、あのドローボールじゃなくても引っ掛けボールになってたんですけれども、うんうん、今ちょっとだけ直ったのでちょっとそれも見ていただきたい、はい、なるほど、はい、まあ、基本的には下手じゃないんでね、全然問題ないと思いますけどありがとうございます、よろしくお願いします。はい、はい、ではちょっとドライバー打ってみたいと思います。ちょっと先端に当たりましたかね、まあ、こう実際だから今のスイング見てれば、はいはい、言い方なんて表現したらいいかわからないけど、うん、小さくまとまった、小さくまとまったあ、もうちょっとパワー、要するにそういうことですよ、はい、要するに曲げたくなくなると、曲げたくないっていう気持ちになると、今みたいにコンパクトに打てば、もともとトシミはコンパクトだからそこで済むのね、はい、ああ、うん、じゃあやっぱり距離を出すためにはもっとコンパクトじゃなくて、うん、しっかり振った方が、そう、逆に、まあ、これ難しいけど、その江澤先生がもともとトシミ見てたから、はい、あなた の, その最初の癖をよく知ってると思うんだけど、はい、実際構えた時に、はい、ここのまず間、ここがなんか前よりか遠すぎるのね、はい、だから逆にもっと近づいて、はい、体を起きて下半身どっしりっていうのもうね、はい、下半身どっしりしようとすると、ね、どうしてもこうやってかがむのよ、あこういう風になっちゃうんですか、ね、あ、はいはい、自然体に立って、はい、キュッと腰を落とす、こう出す気持ちで、はい、グリップエンドがね、お腹に拳2つでいいの、2つ、うん、そうそう、それぐらい、うん、このぐらい、それで関心度を教えてくれたのがスイングワークが大きくなるのね、はあ、うん、そうそう、これで大きく振る、前よく離れすぎだよね、はい、うん、いきます、うん、まあそこだったら、だから今の形だったら曲がらないけど、はい、決して飛距離は望めないね、はい、あ距離飛距離欲しいですね、飛距離ね、だってドライバーだったら、はい、トシミンどんくらい飛んだらいいの、飛んだら200、そうでしょ、はい、うん、これ176今、あらまあらま、ちょっと200行かしてよ、行きたいです、200行かすにはどうする、じゃあ振ります、振ってみて、はい、うん、そう、身長行かさないと、うん、あ、右行っちゃいました、今度は右にやばい、ほら、だからそ今のだから、はい、バックスイングだと185ぐらい飛びたいと思えばいいよね、ああ。そしたらもう一回今のスイングでそんな飛ばさなくていいから185でいいやと思って打ってごらん、そうするとすごいいいバランス打てると思うよ、今のトップからね、バランスよくね、そう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 、ほらこれぐらいだったら全然 OK よ、はい、多分これ意外と飛んでるんじゃない、ほら184完璧ですよね、はい、だからスイングってやっぱり無茶したら自分のスイング軸バラす、はい、崩すから、はい、飛ばないわけよね、うんうん、じゃあ私の今のこのクラブで普通に優しく打ったっていう感覚で言うとも185、200打とうとした時はやっぱりもう少しねじんなきゃいけないなってなってくるわけ、はい、ねじるというのはスイングをこっちに、そうそうそう、そこまで、要するに、はい、体がねじればねじれた分だけこっちへスピードが出てくるから、はいはい、ちっちゃいトップからこっからなのに、はい、打とうすると上体出るからチョロしたりスライスしたりして結局ミスが出るわけじゃん、はい、今のすごくいいとこなのトップ、はい、そっから普通にポンと打てば185、185、うん、200飛ばしたいんだったらもう一つひねる、はい、もう一つ
今の基準で185だと思ったら OK ですよ。はい、わ、はい、うん、かりました。そういうことです。185は、うん、まあ置いていて、まあ置いていて、ちょっと置いていて、今のスイングすれば185は飛ぶよと、はい、これは分かったじゃないですか。はい、だから今のバックスイングの位置から185は飛ばされるけど、200飛ばそうとするとスイングバランスを崩すってことよ。はい、うん、それで左右に行っちゃって、そう上体が突っ込むから、はい、スイングしてないからね、はい、そういうことです。だからまず構えて、はいはい、いいでしょ。はい、いいよ。そして、はい、そのままバックスイング上げてトップス止めて、あ、これでもさ、これ全然素振りのが回ってるよね。これ本番の時ってここだもん。あ、確かにずるくない私多分こうですね。そう、そこだもん。あ、これは実際このぐらい、そうだから理想は女子だから、この肩が右足の前まで、はいはい、あ、そうするとここ、はいはいはい、背中使ってるでしょ。はい、それができればいいんじゃない。そういう意識でまず思い切って、さあ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 、そこだけ、あ、これ打ってみていいですか。いって、ちょっとね、ゆっくりでいいから、何しろ肩が右の足の前、このぐらい、そうそう、そこまで行って、普通にもう、はい、いきます。はい、そう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 、あ、ちょっとダフっちゃいました。うん、ダフ調を出せるっていうのはやっぱりこう、はい、自分で回りすぎるからダウンの時焦っちゃうの。あ、戻してそうそう、戻したくなっちゃうの。はい、そんなにボールは逃げないから焦らないで。はい、なんかそれ前回もなんか言われた気がします。戻したくなっちゃうから。そうなのよ。だからそこがやっぱ普段からもっと回そうとしてないと。はい、で、トシミンコース行くとどんどんコンパクトになるの。そうなんですか。うん、だから練習場でそのぐらい回しておけば、はいはい、コースでちょっとコンパクトになってもいいけど、今のコンパクトのスイングからコース行くともっとコンパクトになるわけ。はい、そこがまずいよね。わかりました。もっと、うん、だからもっと自分で関心どっしりしてて、ちょっと全体して上体の力に手抜いて、肩を右足のつま先までゆっくり回して、そう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 、あ、ダメだ。それで今みたいにもう残っちゃうわけじゃん。はい、あれをこういったのを左足って乗れるようになると理想だね。はい、どっしりして、反動つかないでね、ゆっくりひねってくる。ゆっくりひねって、そう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 、オーケーオーケーオーケー、押し押し押し、なんとかわかる。回そうと思うとここ行くじゃん。はい、早く行ったものはここで開くから。はい、うん、ゆっくり行って、ちょっとヒールアップして、そう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 、今いいじゃない。おお、そうすると無理にここで動けるのと、はい、状態で動くのがあるんで、はい、下半身リードがしやすい。出ました、190だね。 190? この気温で190は自分じゃないですか。ダメですか、はい、寒いです。そういうリズムもいいかもしれない。これはドライバーだけでいいんですか、まあ、全部、要するに肩をそこまで回すクラブだがヒールアップすることよ。だからここまで回りますよね、はい、回ってってここからねじるときに辛くなるからヒールアップするだけで、はい、アイアンをここまで回さないからもうそのままいけるでしょ。センサープロもしてますもんね。僕はする、体硬い。そうですよ僕は体硬いからそこを利用してるけどね。あ、要するにもだから別にそう、そこまで回れば回るでしょ。回るんですけど、かいってこそうとする、うん、だからその時に自分で回したのをこういこうとするじゃない、はい、それを自分でこうヒールアップすることによって一回先に足を踏ん張れる。はいはいはい、それの方のが例えばだから リズム的にフットワークがしやすいなら、そういうのもありだなって。今コンパクトだね。あ、そっか、いつものスイングに戻ったからな。今のだから今全然いいスイングよ。そっか、うん、これじゃ飛ばないですね。まあ、それはだから185よ。いいじゃん、185で189飛んでるはい、ということで、はい、ドライバー見ていただきましたけども、私は全体的にコンパクトで、そうなの、距離を求めなければまっすぐ行く。基本的に僕が初めて会った時のトシミンはそうだったの、はい、コンパクトで本当にうまくボールを捉えてたから、はい、だからなんて言うんだろうな、スコアメイクするためにはすごくいいと思うのね、はい、でそれ以上に少し一つ皮を向けて飛ばしたいと思うなら、はい、こういう思い切った体のひねりが必要だよねっていうけど、はい、で教えたけど、それが要するに体が移動することによって体が突っ込んできて引っ掛け出ちゃうんだけど、それはやっぱり体力のなさと練習不足だね。はい、しかないのこれ。はい。
だからあんだけ動かしてもさっき言ったように下から動いてくるようになればできるんで、はい、自分の中のきっかけとしてそういうフットワークをボール投げるとしてはね、こう上げといて足を先にリードして踏んでから行くのと一緒で、ちょっとヒールアップして自分で下半身リードする、そういう感覚ができてくると、まあ、一般の見てる人もそうなんだけど、みんな状態で行くわけよ、はい、飛ばしたくなると。だからトシミ、はい、すごくいいバックスイングからポンって打てば185から190飛ぶの、はい、スイングね、はい、それをあの位置から200ヤード飛ばそうとするとやっぱ状態が突っ込むから、はい、ミート率が今度どんどん悪くなるじゃない、うんうんうん、それだったら女子なんだから柔軟性使ってじっくり、もうあと肩が5センチ回れば5ヤードは飛ぶから、はい、その雰囲気を、自分の中で普段からやっておけばコース行くとき少し小さくなってもいいんだよね、はい、だからコース行くと絶対もうちょっと小さくなるから、そうしてまっすぐ行かしたくなるから、はい、その辺ですね。そうですね、うん、はい、わかりました、うん、だからまあ飛ばすためには努力しなきゃいけないってことですよ。確かに練習場は私実はアイアン打ってる数が一番多いので、もっとドライバーを打った方がいいですね。なドライバーばっかり打つのも良くないけど、はい、ドライバーを打ってもっと振り回しても体がそれに対して体力的についてくること、はい、それが大事ですよね。はい、わかりました、はい、70代も、まあ、壁は厳しいですね。厳しいですね、はい、80代っていうのは、はい、まだまだ頑張りたいと思います、はい、ぜひ頑張ってほしいと思います。ありがとうございました。ミッキーだよ。動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちらになっております。皆さんぜひ見てください。